モデルプレスイコール2020年5月19日、俳優の佐藤健の公式 Y、大つべチャンネルにて展開されるシリーズ企画、タクウェルノープランドライブの未公開映像が、19日に公開された。佐藤健の理想の女性像とは、佐藤健を癒すをテーマに、神木隆之介がプロデュースを、手掛け、桜田通、渡辺圭介と共にドライブを楽しむ、同企画。12日に最終回を迎えたが、この日は、車内でのつまみだかチャレンジの未公開映像を、一挙公開。また、横文字 NG ゲームで、カットされてしまった、佐藤が、理想の女性像を語るシーンも公開された。桜田が、優しい人、裏切らない人、悪口を言わない人、親睦が、よく笑う人などと挙げる中、佐藤は、やっぱり女性は、失敗が似合う人が可愛らしいよね、男性からすると。失敗した時に笑えないよりかは、お前ほんとウケるなって言える女性のことが好きと明かした。動画を見たファンからは、失敗が似合う人って初めて聞いた。好き。佐藤健様に、お前本当受けるなと言われたい人生だった。失敗が似合う人という言葉選び。さすがとしか言いようがありません。健君の語彙力に脱帽などのコメントが寄せられている。